て、新型の BRZ ですが紹介していきたいと思います。まず大きく変わったのが、新型になったことで、外装デザインが大きく変わっております。前の BRZ とは少し印象が変わって、フロントライトとリアの方に行くと、ちょっとこうリアがこうシュッと絞ったような感じになって、テールランプの形も大きく変わってます。少しあの GT500 の NSX を思わせるようなランプの形状です。多分リアのこの辺のガーニーとかカーボンのパーツもこだわって作っていて、この辺のリアのからサイドに来る空力もかなりこだわっていると思います。でフロントに来るとやっぱ特徴はここですよね。これハンマーヘッドシャークみたいなボコッとしたライトの横の部分なんですけど、まあ、ここでダウンフォースを稼いだり、こうリアに流れる風をいい風をリアに送ってダウンフォースを増やしているような感じです。でカラーリングはまだ、スポンサーとかが貼ってないので、もっとこうどんどん数は増えると思うんですけど、ベースのデザインはこんな感じで、なんか横のデザインは水平対向をイメージしたと言ってました。で真ん中にちょっとまあフロントボンネットが今かけられてますけど、真ん中からこうラインがずっとこう後ろまで行ってるような感じです。まあ外装はこういう感じで、この辺の基本的な部分でいうと昨年のままです。ちょっとサードダンパーの位置が真ん中に変更されたりなどはありますが、基本的には去年の BRZ の正常進化というところですかね。基本的にリアのレイアウトも変わってないと思います。さてこの BRZ を作り上げたのが宍戸さんです。どうも。シェイクダウンのトークショーで涙が見えましたが、今もちょっと泣いてます。泣いてます。実は花粉症がひどくて泣いてたんじゃないかという説があります。宍戸さん、この新型の BRZ、はい、なんかこだわって作ったポイントみたいなのはあるんですか？こだわりそうですね。まあなんか見た目かっこいいんで外装結構こだわったなっていうのもあるんですけど、実はやっぱりドライバーがこう気持ちよくドライビングできるように、はい、室内周り、コックピット周り、はい、その辺を、はい、意識して、はい、前の車もそうなんですけど、まあ、ドライバーのその環境を良くしたいなと思って、なるほど、やってます。
ドライバーのためにまあそこが考えて作ってくれたの、はい、そこを頑張らないと車も速く走らないし。なるほど。はい、いやその宍戸さんがこだわったドライバー周りをちょろっとだけ映したいと思います。ありがとうございます。さて、宍戸さんがこだわって作りましたドライバーの居住スペースです。まあ、多分この辺のセンターコンソールだったりスイッチの位置ですね。あとドライバーのハンドルのスイッチの位置、そして今年からモニターも大きくなって見やすくなりました。でハンドルには少し見えにくいですが、宍戸さんがいつも、テプラで作ってくれるんですけど、今回はウェルカムトゥニュースバル BRZ GT300 2021-2月22シェイクダウンと書いてあります。いつもここにですね、ちょっと見えにくいな、ここに書いてあるんですけど、いつもレース前などは熱いメッセージが宍戸さんから僕たちドライバーに送ってもらえます。で、シートも去年まで使ったやつが使えなくなってしまったので、今年は発泡をしてドライバーに合わせて作っております。こんな感じですかね。最後までご視聴ありがとうございました。興味のある方はチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。